こちらが御前山駅方向、こちらが赤塚駅方向で、この辺りが駅だったようです。この道が駅前大通り、そして向こう側に列車交換できる線路があったようです。おそらくこのお宅あたりは駅のスペースだったんだと思います。こちらが御前山方向、ここをカーブしてこの先左の方にカーブしていったようです。こちらが御前山駅方向、こちらが赤塚駅方向、この左側のやや盛り上がったあたりが駅のプラットフォームだったようです。田野駅かな。大学前駅まで来ました。現在は茨城交通のバスの車庫になっています。こちらが赤塚駅方面です。
水戸市内です。ここは茨城交通の御前山線曙町駅跡です。カメラが向いているのは御前山方向。こちらが上水戸方向です。その先は赤塚駅です。ここは水浜電車が茨城交通と合併した後、御前山線にも乗り入れていたことで使っていた駅の一つです。この辺りに水浜電車の低いホーム、こちらのコンクリートの壁あたりが茨城交通御前山線の高いホームがあったそうです。この建物は当時のものが残っているそうです。この辺りから上水戸駅の敷地だったと思います。カーブしながら大きな土地がありました。更地にしているようです。左に常磐線が見えてきました。まもなく赤塚、終点の赤塚です。この左側を線路が通っていたと思います。この辺りは建物になっています。赤塚駅北側の駐車場です。このスペースが茨城交通の終点だったと思います。
プラットフォームがかさ上げされていますね。もしかするとこっちに向けているのが茨城のホームだったかもしれません。上げされている様子がよくわかります。昔はここを歩いていたのかもしれませんね。